皆さんこんばんは、モナリザクロムでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今夜も雑談ということで昨日の続きになります。私にとってこの部屋はスタジオです。まあこの家ができた時はアトリエだったんですよ。ここで絵を描く、それから音楽を作るための部屋でもあったり、10年ぐらい前からは主に写真や動画の編集に使う部屋になりました。10年前に部屋の中をきれいにリニューアルしてるんですよね。そして10年が過ぎて、いよいよ私の人生の最後のおそらく10年になるでしょう。ここに向けてどうするのかっていうことを模索しているところです。この部屋の中で一番の中心となっているものは iMac27 インチでした。2005年か6年に iMac の27インチが出てからずっと私は購入して使ってきました。合計レティナディスプレイ、もうこれはめっちゃくちゃ好きですね。色の美しさ、輝度もあるし、コントラストも出るし、もう自分が行う作業の中で一つの基準になっているのがこの、iMac27 インチだったんですよ。3台ぐらい使いましたし、職場にも1台あります。このソニーの α7IV を購入してから対応できないということに気がつきました。10ビットの動画、4K の動画、あるいはエンジェルズ・キス・フォールズ・オン・ミーのように、たとえフォトムービーであったとしても画像サイズの大きな写真を並べていって 4K で書き出そうとすると、あるいは編集中に落ちるんですよ。せっかくここまでできたのにまたやり直しがよっていう、なんか昔の iMac ではそういうことよくあったんですけども、今の iMac はそんなことここしばらく経験もしてなかった。しかしこのような3300万画素のカメラや 4K というものを利用するようになるととても対応できない。今ここにある母艦は何かと言いますと、これです。 Apple Studio Display 27インチ、同じです。今までとディスプレイだけをピックアップしたようなもんです。本当はね、デルの 31.5 インチの大きなモニターとか欲しかったんですよ。でも Mac のパフォーマンスを出すためにはもうしょうがないんです。この27インチ使うしかないんですよ。実は Mac には相性の問題があります。27インチの iMac、 これは Mac 同士で Mac が求めてる解像度のモニターをが付けられてるから全く問題がない。しかし他のメーカーの 4K の解像度のモニターにつなぐと、例えば解像度が荒くなったり、シャープだった絵がちょっとぼやけたりっていうことが起こるんですよ。Windows と違って Mac の場合にはその相性がめちゃくちゃ重要なんです。ですからその相性にぴったり合うモニターを購入しないといけない。4K はアウトです。ですからこれは 5K、5K のレティナディスプレイになるわけですよね。使わざるを得ないんですよ。
いや多少ボケてもいいから大きい画面で見たいんならそれはそれでもいいんですけど、でも少なくとも写真、動画、デザイン、色だとか輝度、色相、もうそういったとっても大切な繊細な分野を扱おうとするならば、ここは一切手を抜けないんですよね。で、アップルの場合には色の管理がよくできているので、私の持ってる iPhone も iPad も MacBook Air も全て色の統一がしっかりなされていますから、どこで見ても色が変わることがないですよね。結構いいっすよこのモニター。本当にさすがに、MacBook との相性は抜群だなと思いますね。iMac は今まで母艦として使われていました。そこに大事なデータが入り、さまざまな編集や作業がなされていた。もちろんノートブックとかありますけども、それは出張に行くとき、カフェに行くとき、職場に持って行って使うときですよね。それ以外はやっぱりこの母艦をメインにして使ってきました。が、その母艦の代わりになるのは何か。だいぶ前の動画で説明させていただきましたが、これですね。M1 MacBook Air。こうやって立てて使ってます。Type-C でつなぐだけでいいんですよ。そしたらこれが母艦のように動いてくれます。吊るしモデルですよ。最近頻繁にファイナルカットプロが落ちて動画編集が止まってしまいます。その原因の一つに関係してると思うのは、この M1 MacBook Air、 Apple Silicon、 インテルに代わって Apple が作った CPU が入ったパソコン、これに Apple はソフトも特化してきてるんじゃないかなって思うんです。ですから iMac 27インチのインテル製、こちらの方には相性がだんだん悪くなってきているような気が しました。わからないですよ、想像ですけどもね。ファイナルカットプロにしてもピクセルメータープロにしてもロジックプロにしても、この M1 で使う方が無難だということです。信じられないですよね、エアーが母艦になるなんてね、まあ、夢のようなことですけども、これを母艦にしながら、作業をしていく予定でいます。まあ、大きな技術の進化っていうのが突然起こって、それまでの概念が覆されることがあります。まさにそれがこの M1 だと思いますね。ただね、機材によってはもう最後まで私と一緒にお供をしていただくものもあるんですよ。ヘッドホン、青帯と赤帯がありますけれども、青帯の方はもう20年以上使ってますよね。それからヤマハのスピーカー、これはまだまだ使えますね。こいつもそうですね。そういう使えるものはもうずっと使い続けるつもりでいます。これもそうですね。来年の4月からは私に与えられる時間はどっと増えます。楽しみにしてるんですよ。そうするとそれらの時間を10年間考えた場合に、とにかく毎日毎日有意義に過ごしたい。自分の創作ということを通しながら楽しく生活したいと思ってるんです。その基盤になるのがここということになります。今夜もご視聴いただき誠にありがとうございます。